ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。朝早起きの堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。バーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様に来ていただけるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。本日のお客様では、お客様はですね、はい、ウェザーニュースの石橋智弘さんです。よろしくお願いします。バスさんは、はい、ウェザーニューズ何年目なんですか今。もうですね、かれこれ15年ぐらい経ちますね。お父さんかなんか。親父が社長なんですよ。まあ、5年前に他界しちゃったんですけど、で、まあ、元々僕ウェザーニューズは入ってなくて、ヒューレットパッカードってコンピューター会社に最初いたんですけど、HP にいたんですか。 HP なんですけど。 HP 何やってたんですか。プリンターとか。 HP で、いや、計測器を売ってまして、あとサーバーとかネットワークの監視システムみたいな。 HP の計測器ってどんなやつですか。HP の計測器はですね、今分社化してアジレントテクノロジーってなったんですけど、アジレントテクノロジー、はい、結構強いんですよ、ね、なんで、まあ、全然天気関係なかったんですけど、まあたまたまなんかまあ実家が天気屋さんだったから、いやもうなんか本当興味なかったんですけど、まあたまたまなんか実家が天気屋ってすごいですね。実家が天気屋ってかっこいいですね。すごいかっこいい、ね、それ使おう、羽ばたきそう。実家が天気屋さんでしょ。実家天気屋なんで、いやでもあれですよね、その独立系 の, その気象情報会社ってのは割とこう結構走りですよね。まあそうですね、民間の気象会社っていうのがもともとなかったんで、あんまり。それはなんでなかったんですか。規制されてた。まあ誰も考えなかったんじゃないですかね、それまでね。あ、でも世界的な会社ですよね、今ね。今となっちゃうなんですけど、うん、グローバルに展開させていただいてるんですけど、はい、まあでも当時はやっぱり、うん、天気予報はやっぱ気象庁やってますからね。うん、うん、気象庁でいいじゃねえか。でただだし、うん、で全然そんなないだろうっていう話だったんですけど、まあ、たまたま、まあ、うちの親父がもともと商社マンだったんですよ。あ、商社マンだったんですか。めちゃめちゃにバリバリの商社マンだったんですけど、はい、まあ、たまたまその自分がチャーターした船で、うん、木材を運ぶチャーターした船で、はいはいはい、それが福島の小名浜のところでたまたま、はい、止まってたんですけど、爆弾低気圧が来て、はい、で船乗りが、まあ、なくなっちゃって、はい、それでその自分がチャーターした船で、まあ、全部が全部自分の責任なわけじゃないんですけど、はい、でもやっぱそれで考えて、まあ、船乗りのこう命を救う会社を作ろうってことで、かっこいい。アメリカのオーシャンルーツって会社が当時船のルーティングとか、まあ、こう安全の運航情報とかをサポートしてる会社があって、でそこを入って、で日本支社立ち上げて日本社長になって、で、うん、こっちでウェザーニューズも立ち上げて、うん、最終的にはそのオーシャンルーツっていう方も買収して今全部ウェザーニューズになったっていう。海外でもいろいろな気象衛星あるんで、それお金払ってデータもらう時もあれば、うん、フリーで公開されてるのもあればで、とにかくもう世界中のデータを全部集めようと。なるほど。っていうか船のルーティングやるとですね、日本だけの天気予報あってももうどうしようもないですね。で海なんで基本的には予測しなきゃいけないのが、うん、でそうするともう基本的に地球で見ないとどうしようもないんで、まあ、全球でね、全球で見ないと、はいはい、なんでまあとにかく世界中のデータ全部買おうってことで買って、で作って、で船長さんにこうデータで送ってっていう。で月額いくらとかもらうから。そうですそうですそうです。あとは 1回の航路でいくらとか。ああ、じゃあそれ飛行機とかにもね。飛行機もやってます今、ね、はい。なんで今、うん、法人向けは大体30種類ぐらいの、うん、30種類もあるもんなんですか。いろいろね、これがあるんですよ、船もあれば飛行機もあれば、まあ、それこそ道路の交通のオペレーションしてる人とか、あとコンビニさんなんかもすごい、うん、そうですね、はい、あ、そっか、今日はおでんが売れるぜとか、そういうことですよね。あ、もうまさにそう、もう今日ビールいいかどうかみたいな、なんかそういうのが前日の気温とか湿度でこう変わってくるんで、そういうのをこうコンビニの端末の店長さんが入力するときにこれ入れといた方がいいぞとか、ね、そういうのをやってる。高層天気を見ると何日後かの気象が、だから週間天気予報とか全部高層天気から引っ張ってるんです。大体わかるんですよ、うん、上空の天気ってその工場風端に吹いてて、それがなんかこううねったりとか、うん、こう蛇行したりとかすると、うん、この辺に低気圧ができるねとか大体予測できるんですよ。スーパーコンピューターでなんかこうシミュレーションして、ね、シミュレーションするんですよね。だいたいわかるんです。だ今結構わかりますよね、昔に比べると。昔に比べて良くなりましたね、うん、かなり良くなりましたよね、
まあ、でも局地的なとこが弱いんですよね。でもそう最近あのゲリラ雷雨とかこう局地的な、うん、もう細かいところでドーンって雨降って終わるとか、あれはほらそういうのがスーパーコンピューター弱いんですよ、うん、地球シミュレーターみたいなのは、まあ、スーパー僕はだってほらあのロケットを作っててロケットエンジンもやっぱりわからないんですよね、はいはい、ロケットエンジンもガソリンエンジンもそうですけど、あれも高温の流体なので、あのシミュレーションじゃ完璧にできるかってできないですよね。今のコンピューターだあの世界最高のスーパーコンピューターいくらつなげてもできないみたいな。いや本当にそうですよ。それは気象と一緒です、全く。まあそうですね、うん、だからシミュレーションはできないんで、できるだけこう細かくデータを取ってっていう、それをリアルタイムに監視するっていうのが多分大事だと思いますよ。気象って本当深いですよね。深いです、もう何にでも関わってますんで、どんな企業活動でも、まあ、普通に健康とかね、うん、そういうのでもね。でも意外とマーケットがあるっていうことに気づかれたわけですね。まあそうですね、うん、あの一個一個も本当に、まあ、当時はお客さんと一緒に、はい、もしかしたらこれ関係あるんじゃないの、うん、だからポスのデータは全部ちょっと気象と相関取ってみようかとかっていう、うん、そういうもう一個一個がもう試行錯誤ですね、全部ね。いや僕も ね一時期気象に興味があって、ライブドアの時に、ほら、なんで気象に、はい、ま、農業とか、はいはいはい、農業用の気象、あの百葉箱ってあるじゃないですか。ありますね、はい、百葉箱の電子百葉箱みたいなものを作って売ろうと思ってて、はい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 、あ、なんか試してたんですよ。あ、本当ですか。はい、僕のマンションのベランダにつけてました。あ、僕んちもいっぱいついてますよ今、はい、いっぱいいっぱいついてます。それを安くして、はい、あの全国にこうばらまけば気象予報できるよなとかっていう話をずっとしてました。僕、あ、すごいタイマーの、うわ、何ですか、広告しろ広告しろって、うちの広告部長が今あれですね、こういうのでうちこれ配ってる、これから配るんですけど、はい、あのもう i ビーコンで、はい、あのスマホにもうずっと電波送ってるんですよ、で湿度とか気温とか、はいはいはい、でもこういうのちっちゃい、まあ、これ電池が大きいんで結構こうなってるんですけど、もうこういうのこう置いとくと、はい、勝手にこう携帯の方にも来るし、あとうちはあのウェザーリポートってことで天気のリポートをする。これ何入ってるんですか、温度計と湿度計、温度湿度気圧ですね。で、あとは温度湿度気圧ぐらい、あのベースはそれです。でもこれ入りそうじゃないですか、温度と湿度もそろそろ。気圧はもう入ってるじゃないですか。気圧入ってますよね。あと湿度、一回サムソンさんが気温とかもやられたんですけど、はい、うん、結局、まあ、あのスマホの制御用のところの気温なので、うん、やっぱりいろいろと暑くなりますもんね、はい、まあ、それでも使い道はあると思うんですけど、はいはい、いまいちだったんで、なんかなくなりました、ギャラクシーシリーズから。でもこういうのがね、本当にスマホに全部乗っかっちゃえば、リアルタイムにそこからデータアップロードしたらね、あの天気図とか作れちゃう、ね、もう全世界の気象庁それでもいらなくなりますね。自分で天気予報分かっちゃうってことですか。もうそれをデータ、なんか例えばこのメガネがなんか例えばつけてるとするじゃないですか、センサーを、うん、それで、まあ、なんとなしにこう空とか見て、あのそういうのを、まあ、もちろんあの許可してもらわないといけないんですけど、そういうの画像、まあ、その解析とかして、でみんながこう空見上げるたんびにその写真も入ってきて、さらにそれも気温とかも湿度もそれなりに分かったら、ものすごい量になるわけですよ。すごいです。ビッグデータですね。ビッグデータ中のビッグデータ。アメダスって日本でも、日本って結構気象進んでるんですけど、でもつっても1200カ所ぐらいしかないですね、全国で。でもみんなのメガネの数すごいじゃないですか、まあ、コンタクトにもなってるんですけど、最近は1億2000万人いますんで、ね、みんなとは言わずともすごい数になります。そういう人たちがもういつの間にかに、まあ、今ウェザーニューススマホしかないんで、スマホでこう皆さんに送ってもらってるんですけど、そうじゃなくても自然に生活してる間にそういうのを、あ、俺送るわっていう風にやってくれたら、うん、もう気象庁とか一切いらないと思うんですよね、うん、あら、ああいうセンサーをね、いろんなところにつけるといいですよね。そう、もう置いとけばいいんですよ、どんどんちっちゃくなると思うんで、うん、7、8年前ぐらいから、うん、そのコミュニティの中で、じゃあ皆さん防衛隊になれる人って言って、防衛隊っていうコミュニティをまた作ったんですよ、うん、でその人たちは何をするかというと、リポートでこう怪しい、夏特に怪しい雲あるじゃないですか、うん、まあ、怪しい雲っていうか、あのでかい雲でいいんですよ、うん、もっこもこしたやつあるじゃないですか、積乱雲みたいなやつですね、はい、遠くから見てると結構もこもこしてすげえなーってなってるんですけど、真下は結構大変なんですよ、うん、もう真っ暗なんですよ、うん、なんでそういうのを見たらこうリポートしてくださいと、うん、でそうするとその行角とか大体その距離感で、まあ、例えば寺田さんと堀江さんと僕がなんかあの辺にあるぞって言って、みんなでリポートするじゃないですか、はい、産地に。
そうすると大体30分後ぐらいにこの辺でドバッと降るんですよ。うーん、それをデータでマッピングしてうちの予報士がポチ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 メールを打ってんですよ。うーん、それやったら大体 90% ぐらいの確率でそのゲリラ雷雨が発生する前に30分前にメールが飛べる。へー、ゲリラ防衛、まあ、すごい人力ですね。めちゃめちゃ人力だ。スーパーコンピューターいらないですよ。写真を撮った時は現在地も一緒に、はい、そうです、現在地も自動的に GPS が入ってるんで、はい、便利な時代になりましたね。うん、本当すごい。そういう人たちがいないと我々予報出せないんで今、うん、ウェザーリポーターって呼んでるんですけど、僕でもあと人工衛星からのそのそういうこうもっとこう細かい情報が出せるようになったら、うんうん、結構それも僕いいなと思ってるんですけどね。解像度とかも多分あとなんかちょっと電波出して減衰を見て雲がどれくらいあるかとか、うん、多分そういう技術もどんどん進んでいくと思うので、ほら今気象衛星って一機でやってるじゃないですか、はい、で36,000キロ先にあるんですよ。でかい、でかいやつひまわり、はい、日本の上空にあるやつはひまわり、まあ、赤道上空ですけどそこから36,000キロ離れてるんで遠いんですよね。遠いですね。でもまあ300キロとか400キロだったらめっちゃ近いじゃないですか、うん、はい、100分の1とかね。なんでそこから見るともっといいんですよ。もうすごい綺麗に見える、綺麗に見えるというか細かい。リアルタイムでやっちゃうかもしれないですよね、動画でね、うんうん、雲の動きも。それはだからたくさんそこの軌道に衛星を送らなきゃいけないんですけどね、うん、何百機とかって多分送らないと全ての全地球を見れないんで、日本の上空やるだけでも結構な数飛ばさなきゃいけないですよね。本日はここまで。今回は過去の人気動画のダイジェスト版をお届けしました。予測不能と言われていたゲリラ豪雨などを新しい取り組みで最新最速の気象情報を届けできるウェザーニュース、ぜひチェックしてみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み上げた天使が